こんにちは。今日は2020年3月22日です。ドコモのですね、オンラインショップを見ておりますと、スペシャル割引の第2弾が発表されておりましたと。こちら、Dタブがあるなと思って見たんですが、これはなかなかいい機種なので、割引が効くのであればお買い得だと思うのですが、ずっと見て、すごい値引きだと思ってずらずらと見ていったのですが、購入できませんと。やはり、ドコモさん、ファーウェイ製品は、もう在庫なしの状態で、もういっちゃうみたいな感じですね。一時期はこの D タブは大変売れ筋の製品だったので、みんな、使っている人も多いと思うんですが、私も D タブのミニの方はですね、コンパクトの方は大変使いやすくて愛用しております。いろんなことがあって、これは、残念なことですね。ではタブレット以外の割引対象は何かと、いいのはないかなという、お買い得品があれば、知り合いにも紹介したいなと思って見ていきます。こちらですね、2万2000円割引、それ値段が何種類かあるんですね。1万9800円割引のリスト、これはエクスペリアとかギャラクシーとかが並んでおります。1万6500円というの、これも1万4300円、これはミドルというか普及機種ですね。で、 iPhone もありまして、8800円割引と。これが iPhone 11のシリーズが割引になっているというのは、求めていた人にとってはチャンスですね。じゃあどうですかと、 iPhone 11 Pro の 64GB はどうですかと言ってみていきますと、元が高いのはこれはしょうがないというところですが、割引が、8800円効きますと。それからですね、お返しプログラムとか適用すると結構実質8万円を切る価格なので、これは求めた人にとってはいいですね。まだ在庫はあっていい感じですね。やはり 64GB というのは、ミニマムということで残っているのかもしれません。次はプロマックスの方ですが、厳しいですね、在庫状況が。割引8800円は同じなのですが、やはり売れ筋のようでですね、こう見ていきますと、あるものはちょっと、一部在庫切れになっているようなので、欲しい方は、急がれた方がいいと思います。それから気になっていたのがですね、ギャラクシー A20、 こちらがですね、結構お財布携帯で、使いやすそうな、入門機の割には大変安いですね。なんと7084円。これは今ですね、ガラケーであったりする方、あるいは、新入学とかでですね、安くて、使いやすいのがとりあえず欲しいという方にとっては手に取りやすい値段ですね。新規の場合では1万5000円ポイント割引という形になりますけれども、こちらも在庫があるので、お買い得かと思います。では お年寄りといってはなんですが、シニア向けの楽々スマートフォンはどうでしょうか。デザインは結構分かりやすくていいんじゃないかと思っていますが、これが支払い総額が3万円を切る値段で買えると、定価は結構お高いかなと思っていたんですが、これぐらい、入手しやすい感じですね。新規の場合はポイントで返ってきます。それから今度は LG の、お買い得機種もありますね。こちらがいくらですか、機種編だと、これも3万円切りますね、2万3716円。
なかなかお手頃ではないでしょうか。新規となるとこちらもポイント還元という格好で1万5000ポイントが返ってきます。ギャラクシー、こちらどうでしょう。ギャラクシーノートの10ですけども、プラスのやつですけども、もともとはもうお高い機種ですが、これも1万6500円割引が適用されるということですね。で、ここら辺上に来るとなかなか人気の機種が並んでるようですけども、アクオスセンス3、これは大人気ですが、これがですね、なんと9680円で買えるというんですが、まあこの値段だともうないでしょう。見ていきますと、やはり、在庫ありませんでした。まあこまめに見て、まあ、もし在庫が復活するようであれば、いいんですけども、難しいですかね。他のお買い得機種というと、カメラ性能はダントツのハーウェイ P30 Pro ですね。さてどうでしょうか。あ、すごいですね。7万円切ってますね。なんと割引2万2000円引きですから、これはカメラ性能を狙ってた人にとっては結構、携帯できる一眼レフ的な感じで使える機種だと私は思ってますけれども、いい感じですね。まあ、お安い機種を求める方には向きませんけども、とにかくカメラの画質にこだわりたい方にとっては、まだ在庫もありますし、狙い目な感じですね。ただ難点はドコモ専用機種なので、ドコモアプリとかが結構うるさいかもしれません。あとはアローズですね。こちらがまた安いですね。12,000。あ、やはり、こういう安いのはもうすぐ在庫が切れてますね。あ、やはりそうですね。他はエクスペリアのエース。まあこれはミドルの機種だと思うんですが、あ、これが27,000。3万円を切ってますから5万円ぐらいしたと思うんですが、これがもう2万2000円引きで3万切ってますね。でしかも、まあ、人気がないのかまだ在庫があるようです。エクスペリア好きの方であれば、普及機種高いなと思った方にとっては、ちょうど手を出しやすい値段になったかと思いますね。結構ですね、見ていくと、まあ充実はしてますね。人気の機種はもうすでに在庫切れになっているので、まあ、そこはしょうがないところですけども、他にあのエクスペリアとかですね、こういうのが好きなブランドの方いらっしゃると思うんで、狙ったものが発売日よりかなり安くなってますから、そういった方にとってはチャンスだと思います。エクスペリア好き、ファーウェイ好き、まあそういう方はですね、幸い、在庫があります。まあ一般の方はこういうのは買わないんでしょうか、今は。いい機種だとはそれぞれ思うんですけれども、でギャラクシー10ですけれども、これもカメラ性能がいいタイプですね。あ、これも7万円台、一時期なんかすごい高いような10万円ぐらいしてたような感じでしたが、だいぶ安くなってきました。アクオス02ですね。有機EL を持った軽量高性能のモデルですが、これも7万円を切ってますね。あ、これも買えるようですね、現在。ギャラクシー S10 プラス。最近 S20 発表されましたけども、やはりこう性能が高いのは人気があって在庫切れちゃってますね。まあ、これはとにかく見ていってですね、いいのがないか探されるといいのではないでしょうか。まあ、とりあえずですね、お子さんとかですね、あるいはあの
とにかくコスパ重視でドコモの携帯スマホが欲しいよと、お財布携帯が欲しいよという方にとってはですね、このギャラクシー20ですか、これはまあ割り切って使う方にはすごくいい機種だと思います。マニアの方には向かないですね。あのアウトカメラの800万画素なんで、まあスナップ写真にはいいと思うんですが、拡大してですね、綺麗な写真をとかいう方にとってはちょっと向かないかもしれないですね。普通にあのガラケー的に使う分にはもう十分すぎるような性能だと思います。まあこういうセールをやってくださいということですね。お願いします。